ロジェール・イバニエス・ダシ・ウバは、ブラジル・リオグランデド・スル・シュート・ラマンダイ出身のサッカー選手。セリエ A スローマ所属。ポジションはディフェンダー。ブラジルのリオグランデド・スル・シューで、ウルグアイ人の母親のもとに生まれ、2016年に18歳で、ガオに加入した。ミッドフィールダーとしてプレーし、2016年後半には、PRS に加入し、コパ・セラナ2016でデビューを果たした。 2016年12月5日、CS セルジッペにレンタル移籍した。しかし、出場機会はなく2017年3月4日に、復帰した。PRS 復帰後、カンピオナアートがウショセリエ B で、レギュラーとしてプレーした。2017年に、フルミネンセフシーフ C に加入し、U-20 チームに所属することになった。クラブが、 財政難に陥り選手を売却したために、2018年に、アベウブラが率いるトップチームに昇格し、2018年1月20日、カンピオナート・カリオカのボタフォゴ FR 戦で、プロデビューを果たした。2018年2月28日、クラブと5年契約を結んだ。4月15日、カンピオナート・ブラジュレイロセリエ A の SC、コリンチャンス戦で、セリエ A デビューを果たし、 リーグ戦14試合に出場した。2019年1月29日、アタランタ BC に移籍した。5月11日、ジェノア CFC 戦で、ヨシップ・イリチッチとの交代で途中出場して、移籍後初出場を果たした。2019から20シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグのグループリーグ最終戦の FC、シャフタールドネツク戦に途中出場した。 アタランタが1から0でリードする中、3バックから4バックに変更するために、ルイズ・ムリエルとの交代で出場した。それまでのチャンピオンズリーグの試合では5試合中1試合しか、ベンチ入りしていなかったが、ラファエル・トロイの出場停止とシモンケアの負傷により、ベンチ入りしていた。2020年1月27日、エース・ローマに2021年6月までのレンタルで移籍した。 特定の条件を満たした場合、800万ユーロでの買い取り義務が発生し2024年6月までの契約を締結する。なお、成績によって最大200万ユーロのボーナスが発生する。また、2024年6月末までにローマから移籍する場合、移籍金の10%がアタランタに支払われ、2024年6月末時点でローマに在籍していれば、 アタランタには100万ユーロが支払われる。2024年6月末以降に移籍した場合、ローマがイバニエスの移籍によって得た利益の10%がアタランタに支払われる。2019年9月、U-23 ブラジル代表に初招集された。同じブラジル出身のディフェンダーであるチアゴシウバに憧れている。ありがとうございます。